大家好、どうも皆さんこんにちは、やんちゃんです。このシリーズはね、本当に超久しぶりに更新します。で、今日はですね、四川人の私がどうしても日本の皆さんに食べてほしい料理をこの動画で教えたいと思います。この料理はホイゴーローです。実は私、日本に来てホイゴーローを初めて食べた時、本当に衝撃を受けました。四川のホイゴーローと日本のホイゴーローは結構違っていて、今日はですね、地元四川のホイゴーローの作り方を、教えます。じゃあ早速作っていきましょう。やんちゃんの適当中国料理。なんかこの髪色は全然キッチンに似合わない。まずはね、食材を紹介します。今回使う調味料はですね、まず四川料理の魂と言われている豆板醤です。この豆板醤はピーシェン豆板ですね。四川省で一番有名な豆板醤です。中華物産店に行けばこれは必ず買えます。で、次はですね、これです。これはトーチです。トーチも中華物産店で購入できます。あとは生姜とニンニク、適量です。適量。あとはネギですね。それから今日のホイゴーローの主役のピーマン、これピーマンじゃないんですよ。実はね、青の唐辛子。そして一番大事なのは豚肉です。豚のバラ肉。中国と日本のホイゴーローのお肉の一番大きな違いは、中国のホイゴーローのこのね、豚肉は必ず皮がついてます。これ皮付きの豚肉ですね。豚バラ、見えますかね。じゃじゃん。ちょっと水が垂れてきた。多分油はもっと多い方が美味しいと思うんですけど、私はちょっと豚肉の脂肪が苦手だから、これにしました。ホイゴーローは中国語でホイゴーロー、このホイっていう文字は帰るっていう意味があるんですよ。だからホイゴーローはね、実はお肉をまず煮込みます。今度はお肉をスライスして、また鍋の中に入れて炒めるのが2回お鍋の中で調理するから、ホイゴーローって呼ばれています。那我们就先来煮肉吧。我们先把这个猪肉切成两块。そう、この間ね、中華包丁を買いました。めっちゃ気持ちいい。鍋を出して、まだ沸騰していない時に、この豚肉のブロックを入れます。ちょっと生姜、青山椒。と、ネギ。ちょっとこうやって巻いて。はい。で、こういった調味料も一緒に、お鍋の中に入れます。もし家に紹興酒とか、調理酒があったら、1カップくらい入れてもいいと思います。その目的は豚肉の臭みを取ることですね。で、今から20分くらい煮込みます。煮込んでる間、この唐辛子の下準備をしたいと思います。実はね、四川の人はホイゴーローを作るときに一番よく使う食材は、ニンニクの葉っぱです。じゃあ、蒜苗。そう、蒜苗。でも昨日蒜苗を買いに行こうと思っていろいろ探したけど、ないです。なかったから今日はね、この唐辛子で作ります。もしこういう唐辛子がなければ、ピーマンでもいいですよ。で、実は日本に来てびっくりしたのは、日本のホイゴーローの中にキャベツが入っています。しかも甜麺醤とか味噌の味がするのも、なんか地元のホイゴーローと全然違ってびっくりしました。でも四川では、なんかホイゴーローの中に何の野菜を入れるか別に決まりがないんですよ。季節の野菜、とにかく炒めたら水が出ない野菜を基本ホイゴーローの中に入れます。ピーマンか唐辛子でホイゴーローを作るときにちょっと下準備が必要です。で、まずはね、この唐辛子をこれぐらいの大きさに切ります。わー、この唐辛子めちゃくちゃ優秀。種がほとんどない。ちょっとだけ、しかも柔らかい。そのまま食べる。で、次は火を入れて、油入れず、この鍋で焙煎します。で、この段階で少し塩を入れます。適量です。たくさん入れなければ。そして中火ぐらい、そして火を中火ぐらいにして、この唐辛子の中の水分を飛ばします。お茶。そう、なんでこれをやるかというと、ホイゴーローを炒めるときね、もしね、先に焙煎しないと、その唐辛子の食感が若干硬くなります。はい、この唐辛子はね、今もう元気がなくなったから、これぐらいでいいと思います。はい、さっきの唐辛子の下準備ができました。結構辛そう。で、次はホイゴーローを炒めるときの調味料を準備しましょう。まず生姜を、これぐらいの大きさに切りましょう。で、ニンニクはね、なんか普通のやつはめんどくさいから、こういう、我不知道这个日语叫什么、中文叫毒蒜ね、毒蒜を買いました。本当にニンニクを剥くのが超めんどくさいんですよね。で、ニンニクも
少しだけの山椒をちょっと用意しました。で次はねちょっとタレを作ります。今日使うのは老抽たまり醤油みたいな結構濃厚な醤油です。量は多く入れるとしょっぱくなるからちょっとだけでいいです。ちょっとだけ砂糖を入れます。ちょっとだけ混ぜます。あとはこの豆板醤はね、さっきのお肉の量だったら多分これぐらいがちょうどいいと思います。はい、調味料の準備はできました。あ、お肉も出来上がったのかな。うわーすごい。でここからも大事なんですけど、さっき煮込んだ豚肉を取って、そしてお水の中につけます。あ、めっちゃいい香りで一定要放冷水、ちょっとお水で冷やしとく。で次はこのバラ肉を切ります。多分薄く切った方が美味しいですよ。だいたいこのくらい。あら、我们的肉也切好了。結構量が多い。はい、ではこれから炒めます。久しぶりにこのエプロンを着ました。はい、まずはねちょっと油を引きます。今日私が買った豚肉はそんなに油がたくさん乗ってないから、ちょっと油を多めに入れました。でまずはね豚肉をそのまま入れます。火を強火にしてます。こんな感じで、その同時にさっき準備した生姜とかニンニクとかも入れます。で次は豆板醤を入れます。ちょっと油が飛んじゃうので気をつけてください。この豆板醤をしっかり炒めないと生臭い匂いがあるかもしれないから、しっかり炒めましょう。で野菜を入れる前にこの醤油とトーチで少し色付けします。色が綺麗になるでしょ。いい感じ、いい感じ。お肉の色がこんな感じになったら、次はさっき準備した野菜、まあ唐辛子を入れます。まあ豆板醤の醤油を入れてるので、多分塩あんまり入れない方がいいです。もし塩が足りないと思ったらちょっとだけ入れて大丈夫です。まああと味の素も好みで入れましょう。はい、もうそろそろ出来上がり。はい、出来上がりました。チパチパチ、じゃじゃん、完成です。やっとご飯食べれる。いただきます。久しぶりに家でホイコーローを作りました。これは今日のやんちゃんの昼食です。このスープはね、さっきお肉を煮込んだスープを利用して作ったスープです。そしてご飯とホイコーロー。まず先来尝一尝这个回锅肉吧。哇いやー、よだれが出てきた。ちょっとね、炒めすぎたかもしれない。でも私がこれぐらい炒めたホイゴロが好きです。もっとね、香ばしい味がする。いただきます。うん、うまい。あ、でも辛い。この唐辛子ちょっと辛いかも。辛いわ、やっぱ辛い。いや、これこそホイゴロの味です。家の味です。もう四川省の味です。そういえば私最近よくね、日本でタイ米を買う。なんか日本に来てね、日本のお米すごく美味しいと思うけど、でもなかなか四川料理と合わないのよ。なぜかっていうと、四川料理はね、もともと脂っこい料理が多いから、食感がバサバサしてるお米と実はねもっと合うんですね。でたまたまタイ米を買って四川料理と一緒に食べたらめっちゃ美味しいと思った。だから最近ね、家のお米をタイ米に変えました。ぜひね、タイ米と一緒に食べてみてください。あと最近東京都内でこういう四川式ホイゴロを食べれる店も増えてきました。だいたい四川人がやってるガチ中華に辛い行けばまあこういう四川風のホイゴロを食べれます。はい、では今日の動画はここまでにします。大家学会了吗？もし今日の動画が好きでしたら、ぜひね、やんちゃんにいいねとコメントお願いします。また、やんちゃんのチャンネルでは、まあ、ちょくちょく中国料理とか、まあ、四川料理を教えてるので、よかったらチャンネル登録もお願いします。はい、では、次回会いましょう。バイバイ。